1号艇松村選手です。今回新モーター、この53号機ですけれども、ここまでの手応えいかがでしょうか。まあ、エンジン自体は普通なエンジンだと思います。はい、その中でまあここまで調整してきて、どうでしょう、良くなってきた部分、あるいは変わってきた部分などはありますか。まあ、回り足系と乗り心地は徐々に良くなって、だいぶゾーンに入ってきた感じですね。優勝戦に向けてはどうでしょう、このぐらいの手応えならいけそうな感じですか。もう何かすると足壊しそうなんで、特にあまり何もせずいきます。まあ、今日の調整コンディションに合わせてというぐらいですかね。まあ、ちょっとですね。はい、さあ、ここまでスタートいかがでしょうか。まあ、バッチリではないんですけど、そこそこ見えてるって感じですね。予選では0台多かったですけれども、まずまずいけてた感じですか。そうですね。はい、さあ、優勝戦は1号艇になります。ピット離れいかがでしょうか。離れは刺激がいいんですけど、多分大丈夫と思います。では最後、優勝戦向けてファンの皆様にお願いします。優勝目指して頑張ります。応援お願いします。2号艇古賀選手です。今回初下ろしの54号機、ここまでの手応えいかがでしょうか。まあ、そうですね、前輪から新エンジンだったらこういうふうなセッティングするっていうのは自分の中にはあるんで、一応その感じにして、動き的には初日から行く前から良かったかなと思います。ペラももう十分に調整してきた感じですか。まあ、そうですね、もう行き足に関してはもうほぼ初日から来てたので、あとターンの感触だったりを本当微調整するぐらいだけでした。はい、今日少し気温がこの後上がりそうですけれども、はい、今日の調整いかがでしょうか。いや、もう昨日は完璧に合ってたんで、後半レースだからちょっともうギリギリまで待って、もう本当ちょっとの微調整かなと思います。ここまでスタート、まあ、なかなか決まっているように見えますけれども、やはりそのあたりも行き足が来ている。そうですね、スタートに関してはちゃんと届いてはくれてるんで、スタートは問題ないかなとは思ってます。優勝戦2号艇です。はい、ピット離れはどうでしょう。あ、離れはいいです。あとはこの枠生かしてというところですか。まあ、そうですね、しっかり行きたいなと思ってます。では最後、優勝戦へ向けてお願いします。はい、優勝だけ目指して頑張ります。応援してください。3号艇武田選手です。地元は G2 以来のレースになりましたけれども、今回は新モーター、ここまで手応えいかがでしょうか。はい、前回よりは物足りないですけど、でもまあ上位の部類には来てるんで、そこはいいかなと思ってます。序盤から展示タイム直線はだいぶ出てましたけれども、やはり伸びはいい感じですか。はい、そうですね、ホームの伸びがなんか良さげな感じです。出足関係などいかがでしょうか。まあ、特に困ることなく、レースもしやすいぐらいグリップして押してくれるんでいいと思います。優勝戦、まあ、今日の枠も考えての調整いかがでしょうか。そうですね、ダッシュも選べれたら、まあ、3コースありだなと思いながらいろいろ考えます。伸びつけることも考えてという。そうですね、1号艇に勝とうと思うにはちょっと伸びが必要なんでね。はい、さあ、ここまでスタートはいかがでしょうか。スタートは行き足が勝手に連れてってくれるんで、いつもの徳山よりは平均が速くなってます。あとはもうコース含めての優勝戦に向けての。そうですね。はい、では最後、優勝戦向けてファンの皆様にお願いします。はい、優勝だけ目指して頑張ります。4号艇麻生選手です。今回新モーターの51号機ですけれども、ここまでの手応えいかがでしょうか。そうですね、新モーター新ボートなんですけど、まあ、出足中心にいいと思います。レースによってここに来てチルトも変えてという感じですけれども、まあ、回転に応じてチルトで調整している感じです。優勝戦に向けてはどうでしょう、どのあたり重視して調整というのを考えてますか。そうですね、まあ、4号艇で4コース想定なんで、まあ、出足しっかりこのままキープしての感じです。乗り心地などはいかがでしょう。もう問題ないです。そしてここまでスタートの方どうでしょうか。スタートはまあ早いのはいけてないですけど、遅れない程度のスタートなら、はい、いけると思います。ここ2日間だいたい一定新前後ですけれども、イメージ通りという感じですか。そうですね。はい、さあ、優勝戦4号艇です。レースのイメージとしてはどうでしょうか。まあ、行ってみないと分からないですけど、はい、しっかりスタートは負けないように頑張りたいです。では最後、優勝戦向けてファンの皆様にお願いします。はい、精一杯頑張ります。
5号艇佐藤岡選手です。今回新モーターの37号機ですけれども、ここまでの手応えいかがでしょうか。もともと伸び型でいい感じはしてたんですけど、しっかり手前に持ってきて全体的に良くなっていると思います。序盤に比べると出足型に持っていく方向で調整してきた感じですか。そうですね、はい。今日の調整、優勝戦までどうでしょう。いや、もう昨日感じ良かったんで、まあ、微調整するかしないかぐらいです。昨日のバランス取れた状態で優勝戦をというのが理想ですかね。そうですね。さあ、ここまでスタートいかがでしょうか。まあ、大体感通りはいけてます。ゼロ台の時もイメージ通りいけた感じですか。そうですね、はい。さあ、優勝戦5号艇になります。レースのイメージとしてはいかがでしょうか。まあ、展開つく感じだと思います。はい。そういった感じの足はいい雰囲気ありそうですか。足はいいと思います。はい。では最後、優勝戦に向けてお願いします。はい、最後まで一生懸命走ります。6号艇赤坂選手です。今回初卸しのモーター40号機ですけれども、ここまでの感触いかがでしょうか。まあ、全体的に普通ぐらいだと思います。はい。その中でも昨日はちょっと特徴を出してというチルト 0.5 でしたか。まあ、回転を合わせにいっただけなんですけど、まあ、結果的に伸びも良くはなってます。はい。今日はちょっと気温上がりそうな予報ですけれども、今日の調整どうお考えでしょうか。まあまあ、回転上がらなかったら、まあ、チルトそのままでいくぐらいですかね。はい。特に伸びを意識してというわけではなくてですかね。いや、もう体感で、はいはい、合わせます。はい。さあ、ここまでスタートいかがでしょうか。ちょっとばらつきありますね。はい。もうちょっとスタート集中してという感じですか。難しいんでちょっと、はい、まあ、頑張っていきたいですね。はい。さあ、優勝戦ちょっと枠遠くなりました6号艇ですけれども、レースのイメージとしてはどうでしょう。まあ、展開待ちですけど、はい、まあ、精一杯走ります。では最後、優勝戦へ向けてお願いします。はい、一生懸命走ります。